ベティ・ハットンはアメリカ合衆国ミシュガン州バトルクリーク出身の女優、歌手。姉のマリオン・ハットンも歌手。片親家庭に育ち、母親はアルコールの問題を抱えていたためにデトロイトで貧しい子供時代を送る。生活のためもあって10歳になる前から公共の場で歌うようになり、13歳で地元のバンドに参加、15歳でラジオに出演するようになる。 プロを目指し、ニューヨークに移り、ブロードウェイの舞台に出演。21歳の時に、パラマウント映画と契約し、映画デビューした。1944年、プレストンスタージェス監督のコメディ、モーガンズ・クリークの奇跡で、高い評価を得た。1950年には、ブロードウェイの大ヒットミュージカル、アニーよ銃を取れの映画化で、 当初キャスティングされていたジュディ・ガーランドの代役として主役を務め、この作品でミュージカルスターとしての地位を決定的とする。1940年代から1950年代をはじめにかけて活躍。ポーリンの冒険で演じたサイレント映画時代のアクションスター、パール・ホワイトそのままに強烈な個性とスタントなしで危険な演技に挑むハットンはスクリーンを 月ヤブランばかりの発ツ,ツとした魅力で一世を風靡し、ブロンドの爆弾娘の愛称を与えられた。しかし、大スターのエセル・マーマンによる妨害行為やパラマウントとの契約が切れたのを機に、テレビと演劇に活躍の場を移したことなどが裏目に出て、徐々に落ち目となっていく。1957年のスプリングリユニオンを最後に映画界を引退。 その後1965年にテレビドラマ、ガンスモークにゲスト出演したのを最後に、消息不明となる。その間の経緯については、今も諸説飛び交っているが、睡眠薬中毒となって、長期の療養生活を送り、その後カトリックに改収したと言われている。1974年、ロードアイランドの教会で、家政婦として働くハットンの生活区にあえぐ近況が、スクープされ、 彼女が皿洗いや床掃除をする写真が世界を駆け巡って一大スキャンダルとなった。ハットンの正体を知った教会や映画界、演劇界における旧友たちが事前コンサートを開催するが、アニーよ銃を取れのナンバーを歌うためにステージに立ったハットンは往年の声が出なくなったことに悩み、悲観にくれたという。その後は演劇界への復帰を目指して、 努力を重ね、1990年代には、ブロードウェイの舞台に助演女優として立つまでに、回復した。2007年3月11日、結腸がんによる合併症のため死去。86歳つ。ありがとうございます。